こいつの暴走させる力。てっきりナビみたいな特別に拾った代物かと思ったが、自前のペルソナの力らしいな。あんな人を操ったり狂わせたりする力を自分自身の心から踏み出してたなんて。殺すんだ、殺してやる。もうやめて、相手が違うでしょ。同じ奴を憎んでるのに、なんで戦うの。私たちの首なんか取ったってあなたは幸せにならない。だが、俺は指導がどう言うかじゃねえ。おめえはおめえだ。もう分かってんだろ。くそ。私な、たまに考えるんだよ。お前らが仕掛けたメジエドのこと。あれ最低の罠だったけどな。あれがなきゃ今の私多分なかった。要するに、どっからやり直したっていいんだ。お前ジョーカーのこと気に入ってんだろ。戦う前に笑ってたの、あれ本心だろ。本当の気持ちに従えよ。嫌われたって望まれなくたって、そんなの。ざまれざまれざまれ、仲間。それがなんだっつんだよ。俺のどこがお前に劣ってるんだ。誰かに望まれるために成績や大人の評判に徹底的にこだわり抜いた。俺は名探偵でカリスマだ。明智君、それが前歴持ちで屋根裏に住んでるゴミに、どうして俺が、なんでお前なんかが俺にないもん持ってんだよ。なんで俺よりゴミの貴様が特別なんだよ。ありきたりのセリフ吐きやがって。今のは黒い仮面。あやつは来ないのか。あの黒い仮面の黒い仮面、え、誰。まさかパレスにワワハイたち以外の侵入者がいたってのか。もしかして金城が言ってたのも。パレスを利用すりゃ金儲けなんてし放題だろ。人の教えといてやるよ。パレスを使って好き放題してるやつが実際にいる。そいつは現実で何が起きようかお構いなし、廃人化に精神暴走なんてもありだ。じゃあ廃人化や今までの不可解な連続事件はやっぱり。ああでもいいな、こんなの初めてだ。自分でも驚いてる。お前になら本気出せるかな。俺さ、面白いことを思いついちゃったよ。これやったらどこまでやれるんだ。面白いこと？お前だって物足りなかったんだろ。本当はこうしたかったんだろ。
俺とお前どちらかくたばるまで殺して殺して殺し合う。手加減なんてクソくらいだ。想像しただけでゾクゾクする。シドの強化知らねえよ。お前をぶち殺せるか、お前を超えられるのか、それだけだ。いいぜ、見せてやるよ本当の俺をさ。来いロキー。まただ、あのペルソナ。これはくだらねえ、くだらねえな。正義だろ、仲間だろ、目障りなんだよ、どいつもこいつも。二つの力を使い分けるだと、なんてやつだ。姿さえ嘘だったってのか。ぶっ壊してやるよ、壊れちまえよ、俺と一緒にさ。嘘やろう、てめえを暴走させやがった。さあ、仲間の目の前で一人一人死んでいけよ。ダメだ、もう正常じゃない、来るぞ。死ねえ。社会のゴミの分際で殺す、壊す、ねじ伏せる。仲間なんてカスの集まりなんだよ。あいつの新ペルソナの能力は不明。